伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は相棒でもおなじみのこのお二方に来ていただきました。六角精児さんと山中隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの私たちは相棒2以来ですよね。お前それの劇場版の劇場版2ですから、去年の年末ですね。そうなんですよ。あの時にあのお会いして、はい、あのインタビューね、舞台挨拶の司会させていただいて、うん、本当に年末は相棒な方々にお世話になったわけなんですよ。こちらこそお世話になりました。でもね、今回舞台をやられるということで、そうこれなんですよね。はい、これです。アトムへの伝言。アトムへの伝言、はい、この扉座の第47回公演ということで、はい、いよいよ6月から公演がスタートする。これですね、47回公演でもありですね、うん、創立 の30周年記念のものなんですよ、うん、はい、そういうものなんですけども、まあ、記念すべき、まあ、話という感じですね。私もね、このお話少し読ませていただいたんですけれども、はい、あれですよね、21世紀いろいろテクノロジーが発達する中で、ね、芸人ロボットを科学者が作る、その芸人ロボットになっているのが山中隆さん。はい、そうです。それがカッパっていう、はい、カッパっていう名前で呼ばれます。カッパ 3.5 という正式名称。まあ、徐々にバージョンアップしていくんですけど、ね、はい、でもじゃあ最初はロボット的な感じでこうどんどんスタートして、いや、そういうこう、なんて言うんだろう、本当にロボットっぽく出てくるっていうところは、うん、今のところはないですね。はい、もうかなり出来上がったロボットということで解釈してもらえれば、うん、芸人ロボットなんですから。あ、そうですね、あの芸人らしく作られているロボットなんです、うん、だからね、あのロボットロボットするところよりも、うん、芸人らしいロボット。その、はい、ロボットのベースになっている芸人さんっていうのがラッパの六角精児さん。はい、そうなんです。でのラッパをイメージして、うん、作ったんですけども、どこかでどう間違えたかカッパになってました、ね、それでカッパという、うん、でカッパラッパでコンビを組んで何かを始めるというふうなところもあるような話です、はい、でもピアノね、こう、はい、ご覧になってる方ってきっとほら映画とかドラマでお二人知ってるわけじゃないですか、はい、お二人ってもともとこうやってずっと劇団とかでも長いお付き合いになるわけですよね。そうですね、だからお前入って何年？16年です。ですからですね、この30年の歴史の中の14年目から彼が入ってきてですね、うん、で、まあ、あの新人の頃の彼から彼と僕もずっとお付き合い、うん、で一度間にかこう気がついたら相棒のレギュラーになっていた僕の方が最初にいたんですけどね。で、だからこれ偶然だよね、あれはね。本当に偶然ですね。え、そうなんですか。はい、はい、ね、鑑識の米沢さんと、はい、そしてね、刑事の芹沢さん。はい、そうなんです。どうですか、そうやってあの舞台でずっとご一緒していて、またドラマでご一緒するっていうのはもうずっとずっと一緒っていうことになりますか。よく知ってることになりますか。どうですか。いや、本当、本当、ずっとずっと一緒って感じなんですよね。うん、はい、でも、なんですかね、例えば相棒では僕はあの米沢鑑識刑事米沢さんとはそのまあなんていうんですか、こうべったりこう 語ったり話したりするっていうシーンはやっぱりないので、あのいろんなことを知ってるけれど、あのなんていうんだろうな、その相棒の方では、なんていうんですか、こう関係取り合ってないですよね。でもあのこっちの扉座の舞台では、うん、まあ、このアトムへの伝言というお芝居でもそうですけど、今回相棒なので僕たち二人が、うん、でその本に書かれていることだけ、それ以上の僕が知ってる六角さんとか六角さんが知ってる僕とか、そういうことをふんだんにこうこの芝居の中にこう入れていくことができるので、そういう意味ではやっぱりいろんな人が関わってる分だけ、それもドラマですから、あの出しようが限られてきますよね。それはあのいい意味でも悪い意味でも、これあの全部出せばいいってもんじゃないですから、限られてはくるんですけども、そこの中での山中隆という役者と六角精児という役者がやってるところが、まあ、相棒のものなんですけど、なんかいろいろな私生活も含みながら、全てをあの一緒に体現してるのが劇団というものですから、そこの中で生まれてきたものですから、よりやっぱりお互いの密着度が高く、でお互いの何かことがよく分かる作品になってるかもしれませんね。このもちろん話を通じてなんですけど、はいはい、今回のこのアトムへの伝言は、まず最初に厚木の前の今日調理でしたっけ、
あの厚木が最初ですね。ですよね、はい、その後に東京公演があるそうなんですということで、はい、さらに地方もあるんですか。ちょっと札幌があるんですけども、これは確かね、あの集団の会員制の集団かなんかだと思ったので、また普通の手打ちの公演とは別だと思います。あ、そうなんですね、はい、じゃあ詳しくは皆さんアトムへの伝言のホームページありますよね。あります、あります。ウビラザのホームページ、はい、そちらをご確認いただきたいと思うんですが、お願いします。ちなみにですね、はい、この番組は毎回あのご自分の中で非常にこう印象に残ってる映画っていうのを聞いていて、はい、で前に私は六角さんにお話聞いた時に、はい、チェブラシクを見たいって言ってたじゃないですか、はいはい、あの携帯の中にですね、あのチェブラシクからもう一匹ね、何ですか、あのここにもう一人増えたんですよ、ここに、はい、前はこれだけだったここに増えました。チェブラシカがね、壁紙になってるんですよね、はい、で中にキャラクターが一つ動いてるっていうふうになってますけど、ね、うんうん、そうですけどね、はい、僕好きなんですね。山中さんは、うん、なんかこうご自分の中ですごい忘れられない映画とか好きな映画ってありますか。そうですね、僕ね、若い頃はあのジム・ジャームシュの映画とも好きでした。かっこいいなって。だけどね、やっぱり年齢がこう上がってきて変わってくるのか、忘れられない、今おっしゃったでしょ、はいはい、10年ぐらい前の映画なんですけどね、ギャラクシークエストっていうね、私大好きですよ。あれがなぜかあれ忘れられない。ギャラクシークエストは、あの、ある意味こう究極の SF のコメディであり、素晴らしいですよね、はい、もうね、笑って泣ける、まさにこのアトムへの伝言とちょっと被る、近いですよね、はい、あのね、うん、ギャラクシークエストは本当にあれですよね、こうテレビドラマの SF ドラマのこう俳優さんたち、昔すごい人気あったけれど年を取るにつれてどんどん人気が低迷していってっていう、でも宇宙から来た使者がそれが実際する、そうそうそう、救い話だと、ドキュメンタリーだと思ってね、だから助けてくれと、宇宙を救ってくれと、ほうほうほう、というふうにお願いにやってくるっていう、その宇宙人たちは嘘という概念がないんですよ。そうだから作り物のドラマを見て、すげえこの星はこんなことをやって悪を倒すんだって言って、もうその地球の人間に憧れて、それは本当に往年の俳優さんたちが出てるわけではないんですよ。そうですよ、シガニー・ウィーバーさんとか、でもそれはティム・アレンさんとか現在の人ですよね、はい、演技派のちょっとこう大人の俳優さんたち、エドウッドのあのと SF 映画とは違うんですね。またちょっと違う、ちょっとああいうピロリ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 ってのとは違います、はい、あのベラルゴシが出たりとかそういうのは違うんですね。あ、でも確かにアトムへの伝言にちょっと通じるところありますよね。ね、あれ本当ね、またね、そのなんていうの、主人公たちがね、役者なんですよ。昔、20年前にすごい一世を風靡した、はいはい、SF ドラマの20年後の俳優たちなんで、パッとしないんですよ。もうまさにね、相棒なんてすごい番組たちにやらされて、その後の20年後、俺こうなってたら寂しいなって思ったりすることもあるんだけど。あのね、あの昔華やかだったけど今現在少し伸びのない感じのね、あのなんかそれはそれであの哀愁が漂ったり、あのあの味わいが深かったりしていいんですけど、ね、そうなんですよ、これちょっとね、私今震えちゃいまして嬉しくて、ああよかった、チェックしてくださいぜひ、ね、そうだ、六角さん5月の27日に、ええ、ブルーレイと DVD で13人の資格がね発売になるんですよね、はい、ありがとうございます。あの皆さん、あの見てください。馬に乗る六角星人ですね。すごいですよね。よくわからないところがあって。る。いや、でも昨年見た時代劇がたくさんあったじゃないですか。はい、私、三池崇史監督のお星じゃなくて13人の資格大好きなんですよ。ありがとうございます。あれはなかなかあの女性に向けてはなかなか難しい映画なのかなと思ったんで、正直な。怖いシーンがあるんですよね。そうなんですよね。なかなかね、あのたくさん血も出てますしですね。ただね、だからといって女性が見れないようなものでは全然ないですし、あのなんかこう男っていうもののこういうところが男は痺れるんだなっていうか、男の人はこういうとこが好きなんだなっていうのを女性が見るような映画としてもいいかもしれないですね。本当にね、あの、はい、ある意味こうなんていうんですか、その人間ドラマの中でも。私感動したのが、俳優さんたちがみんなこうそれぞれの演技で相乗効果で引っ張り上げられてるみたいに、見せ場が一人一人こうちゃんとあるというか、はい、そうですね、そして演技がこううわっと上がってるって迫力ですよね、あれは。あのね、やっぱりそのテンションに持ってかれるんですよね、うん、
あの長い間山の中に閉じこもってあの下界とはまあたまにおりますけども違うところでのセットがあってそこでの撮影って言ったらもうやっぱりそのことしか考えないですし、いろんな方とそういうが切られていく姿とか戦ってる姿を見た時にそのテンションっていうのはだから普通のテンションとはまた違いますよね。映画ならではって感じです。いや本当そうですよね。13人の資格が5月27日になります、はい、でもあとお二人のね相棒のねこう劇場版とかあとドラマシリーズとかね、いろいろ見どころもたくさんあるわけですが、今後お二人何かこうチャレンジしたい役ってありますか？ありますか。じゃあチャレンジしたい役ですか。はい、あ今ねちょうどその話、今その13人の資格の話が今出ましたね、うん、僕ね馬に乗ってみたいんです。だからね、あの映画見た時に六角さんが馬乗って出てきた時にびっくりしてね、ああ六角先輩馬乗ってるわと思って、ゲンチャリにも乗れない人も馬乗ってると思って俺も馬覚えてえなって思って、馬に乗る役とか挑戦してみたいな、まあ、映像だったら、あとは時代劇系、うん、時代劇でもいいですし、あとちょっとなんかカントリー系の辺、あカントリー系いいですね、ウエストさんのハットとか被って僕は自分のこの今やってる中のキャラクターとは全然違う役っていうものがいいなと思ってて、今実際あのまた違うドラマとかではこれからやろうとしてるのはやっぱりメガネを外して全然違う髪型で違う全くの役っていうのをあのまあやったりしてるんですけど、それをどういうふうにしてやってみたいかなっていう、だから実際にどうしようかって考えてるのは、だから結局の米沢君もそうですし、うん、あの我々のメガネとこの髪型っていうのがある、はい、あるんですけど、それとは違ったところであのやってみたいなと思うのは、だから実際非常に具体的なんですけど、うん、ありますよ、うん。ラブストーリーも見てみたいです。ああ、僕もやりたいですね。ラブストーリーっていうもののなんか中心人物になってみたいですよね。山中さん笑ってますが、ね、なぜ笑うかな。いやいやいや。それはそうやってたですね。ラブストーリーですね。うん、はい、まあ、あのまずは私もアトムへの伝言の舞台を見に行きたいと思いますので、はい、お邪魔させていただきます。よろしくお願いします。ということで山中隆さん、六角精児さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さとりと映画の仲間たち、さて今回は相棒でもおなじみのこのお二方に来ていただきました。六角精児さんと山中隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの私たちは相棒2以来ですよね、お前するの。そうですね、劇場版2ですから、去年の年末ですね。そうなんですよ。あの時にあのお会いして、はい、あのインタビューね、舞台挨拶の司会させていただいて、うん、はい、本当に年末は相棒な方々にお世話になったわけです。こちらこそお世話になりました。でもね、今回舞台を選べるということで、そうこれなんですよね。はい、これです。アトムへの伝言。アトムへの伝言、はい、この扉座の第47回公演ということで、はい、いよいよ6月から公演がスタートする、ね、これですね、47回公演でもありですね、うん、創立 の, あの30周年記念の、はい、そういうものなんですけど、まあ、記念すべきは話という感じですね。ね、私もね、このお話少し読ませていただいたんですけれども、あれですよね、21世紀いろいろテクノロジーが発達する中で、ね、芸人ロボットを科学者が作る、その芸人ロボットになっているのが山中隆さん。はい、そうです。それがカッパっていう、はい、カッパっていう名前で呼ばれます。カッパ 3.5 という正式名称。まあ、徐々にバージョンアップしていくんですけど、はい、でもじゃあ最初はロボット的な感じでこうどんどんスタートして、いや、そういうこう、なんて言うんだろう、本当にロボットっぽく出てくるっていうところは、うん、今のところはないですね。はい、もうかなり出来上がったロボットということで解釈してもらえれば、うん、芸人ロボットなんですから。あ、そうですね、あの芸人らしく作られているロボットなんですね、うん、だからね、あのロボットロボットするところよりも、だから芸人らしいロボット、うん、その、はい、ロボットのベースになっている芸人さんっていうのがラッパの六角精児さん。はい、そうなんです。でのラッパをイメージして、うん、作ったんですけども、どこかでどう間違えたかカッパになってましたです、ね、それでカッパという、うん、でカッパラッパでコンビを組んで何かを始めるというふうなところもあるような話です。はい、
でも、ピアノね、こう、はい、ご覧になってる方ってきっとほら映画とかドラマでお二人知ってるわけじゃないですか、はい、お二人ってもともとこうやってずっと劇団とかでも長いお付き合いになるわけですよね。そうですね、だからお前入って何年？16年です。ですからですね、そこに30年の歴史の中の14年目から別れが入ってきたんですね、うん、で、まあ、あの新人の頃の彼から彼と僕もずっとお付き合い、うん、で、いつの間にかこう気がついたら相棒のレギュラーになっていた。僕の方が最初にいたんですけどね。で、だからこれ偶然だよね、あれはね。本当に偶然ですね。え、そうなんですか。はい、はい、ね、鑑識の米沢さんと、はい、そしてね、刑事の芹沢さん、はい、そうなんです。どうですか、そうやってあの舞台でずっとご一緒していて、またドラマでご一緒するっていうのはもうずっとずっと一緒っていうことになりますか。知ってることになりますか。どうですか。いや、本当にずっとずっと一緒って感じなんですよね。、うん、はい、でも、何ですかね、例えば相棒では僕はあの米沢鑑識刑事米沢さんとはそのまあ何て言うんですか、こうべったりこう 語ったり話したりするっていうシーンはやっぱりないので、あのいろんなことを知ってるけれど、あの何て言うんだろうな、その相棒の方では、なんていうんですか、こう関係取り合ってないですよね、はいはいはい、でもあのこっちの扉座の舞台では、うん、まあ、このアトムへの伝言ってお芝居でもそうですけど、今回相棒なので僕たち2人が、うん、でその本に書かれていることだけ、それ以上の僕が知ってる六角さんとか六角さんが知ってる僕とか、そういうことをもうふんだんにこうこの芝居の中にこう入れていくことができるので、そういう意味ではやっぱりいろんな人が関わってる分だけ、それもドラマですから、あの出しようが限られてきますよね。それはあのいい意味でも悪い意味でも、これあの全部出せばいいってものではないですから、限られてはくるんですけども、そこの中での山中隆という役者と六角精児という役者がやってるところが、まあ、相棒のものなんですけど、なんかいろいろな私生活も含みながら、全てをあの一緒に体現してるのが劇団というものですから、そこの中で生まれてきたものですから、よりやっぱりお互いの密着度が高く、でお互いの何かことがよく分かる作品になってるかもしれませんね。このもちろん話を通じてないですけど、はい、今回のこのアトムへの伝言は、まず最初に厚木の前の今日調理したっけ、あの厚木が最初ですね、ですよね、はい、その後に東京公演があるということで、さらに地方もあるんですか。ちょっと札幌があるんですけども、これは確かね、あの集団の会員制の集団かなんかだと思ったので、また普通の手打ちの公演とは別だと。あ、そうなんですか、はいはい、じゃあ詳しくは皆さん、アトムへの伝言のホームページありますよね。あります、あります。扉座のホームページ、はい、そちらをご確認いただきたいと思うんですが、お願いします。ちなみにですね、はい、この番組は毎回あのご自分の中で非常にこう印象に残っている映画っていうのを聞いていて、はい、で前に私は六角さんにお話聞いた時に、はい、チェブラシコ見たいって